whiskey, no more wine, no more women. I ain't lying. No more honky-tonkin' around this town. メイドイン日本を応援する服飾ジャーナリストの山本照弘です。ノット TV をご覧の皆様、こんにちは。このコンテンツでは、日本製でカスタマイズができる、そしてプライスフォーバリューがある、そんな日本初の腕時計ノットの魅力を様々な角度から見下げていきたいと思います。皆さん、時計の天敵って何だと思いますか？まあ、もちろんいろいろあるわけですけれども、精密機械であるということを考えると、水が天敵ではないかなというふうに思うわけです。アンティークウォッチを使っている方の中には、あ、今日雨が降ったから調子悪いとか、汗をかいてしまったのでちょっとなんか遅れてるなーなんていうことが、あるわけなんですけれども、今のもちろんノットの腕時計ではですね、日常生活防水以上の機能が備わっています。ただストラップは防水性がなくて良いのかなというふうに感じてしまうんですよね。撥水性のある素材でストラップを作りたいと考えたわけです。そしてパートナーとして着目したのが、皇室御用達の傘も作っている、傘生地も作っているですね、牧田商店さんなんですよ。で、そこからこの牧田商店さんのストラップは生まれたわけです。突然傘を持ち出してですね、どうしたんだろうと思う方もいらっしゃると思うんですけども、ノットさんのストラップを作っている牧田商店さんで作られている傘なんですよ。トンボ柄が美しいですよね。このトンボ柄とこちらのストラップのトンボ柄、同じなんですよ。まず牧田商店さんなんですが、私山梨県まで取材に来ました。最初に行って驚いたのはですね、工場から日本を代表する富士山が見えるんですよ。富士山が綺麗に見えてですね、そこから豊かに流れてきている水、その水がですね、牧田商店さんのものづくりの最初の大切なポイントになっているんですね。この辺りは、貝の国と、武田信玄が治めていた貝の国と言われていましたが、貝の国ではですね、お米の代わりに絹を治めていたほど、昔は絹の産地だったそうです。江戸の旦那衆にも非常に愛された美しい絹で、江戸幕府がですね、贅沢禁止令を出してからも、着物の内側にですね、その絹が使われていたと。で、牧田商店さんはですね、絹問屋として貝の国で、ご商売をスタートされるんですが、その後生地を生産されるようになり、服生地、そして、化学繊維が発達する中で、服生地だけではということで、防水性のある傘生地、そしてジャガー通りというふうに、お商売をですね、進めていかれたんです。遠藤社長が防水性のある日本製の素材って何だろうって考えた時に、行き当たったのが、この牧田商店さんの傘生地だったんですよ。非常に美しい発色の立体的で繊細な傘生地で有名です。実は某有名コートブランドのコート生地を作ってらっしゃる時期もありました。こういった防水性のあるですね、日本製の素材にしっかりとフォーカスを当ててパートナーシップを結んでいく、そこがノットの強みであると思います。本日は牧田商店で常務取締役を務めていらっしゃいます牧田洋一さんにつながっております。早速お話したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、牧田です。こちらこそよろしくお願いします。遠藤社長が直々に牧田さんのところに、まあ、訪ねていかれて、撥水加工のストラップを作ってほしいというオファーをしたのが協業の原点だと聞いております。お伺いしたときに富士山綺麗に見えました。そこから生まれているこのジャガー通りの美しさ、立地における秘密があるんですかね？はい、立地における大きなメリットといいますと、やはり綺麗な水を大量に引き落とするところです。
当社では糸までは作っておりませんが、近くの糸工場も同様の立地で糸を染め上げています。しっかりと色がつくので発色の美しさというのはポイントです。また生地を織り上げた後の整理加工でも洗う作業などに水をたくさん使う工程がありますので、水の綺麗さというのはとても重要になってきます。また当社で売られた生地に防撥水の加工を行う新田整理という会社があるのですが、こちらは50年前に型生地の生産開始をする際に共同で事業を開始したパートナーでもあります。生地に洗いをかけて水を弾かせる撥水、そして生地への浸水を防ぐ防水の2種の加工を施していますが、ここでも富士の天然水を大量に使って生地の不純物を洗い流しているんです。またですね、映像を見ていただくとわかると思いますが、美しく染まった糸を丹念に昔ながらのジャカード織機で織り上げていく、髪の毛ほどの非常に細い糸を複雑に織り上げていく工程は熟練の技が必要になっています。1866年の創業からここで長くものづくりをしている当社ならではの技です。やはりプリントと違う繊細ながら、これこそがジャカード織りの大きな魅力となりますが、洗った生地を見ると富士のふもとで織物をしている意味があるのかなと自負しています。水を避けるストラップを作るためにものづくりに水が大切になるっていうのは面白いですよね。このあたり協業をしていくときに決め手はどういうところにあったんでしょうかね。そうですね、正直に言いますと必ずしも利益率が高いというビジネスとは言えないですね。それでもですね、最初に遠藤社長がプレゼンにお越しいただいた際にですね、非常に可能性を感じた事業でした。閉塞感のある日本のものづくりなのですが、私たちに非常に勇気を与えてくれるような話でした。当社はですね、メーカーなどの発注に応じて生地を卸してきた、いわば B2B のビジネスが中心でした。でも近年ではそれだけではいけないと、小規模ながらも自社開発の商品を製造して、いわゆる B2C の領域にまで事業を広げていまして、そのマーケティングや広告活動もしています。その中で、ノットさんとご一緒することで、私たちや生地の産地としての山梨の存在をより広く知ってもらえる、そんないい機会になるんじゃないかなと、ここに可能性を感じました。単なるですね、利益追求ということに終わらない、いい関係性が結べたのかなと思っています。実際、私たちのポップアップショップや展示会などに、モットさんを通じて私たちのことを知ってくださった人が来ることもありますし、お客さんでも、マキタのストラップをつけたモットの腕時計を自慢に来られる人もいらっしゃるんです。こういう話は本当に嬉しいんです。確かに時計のストラップっていうのは面積もね、そんなに大きいわけではないので、生地を納品されるマキタ商店さんにとっては、それほど利潤が出るビジネスではないかもしれません。ただ、このメイドイン日本とメイドイン日本がこう手を結んでいく。まあそれがまさにノット、結び目になっていく。そういう形で日本のものづくりが底上げされていく。そういったところに私は非常に可能性を感じます。日本のものづくりというビジョンにですね、共感し合う中で関係性が築き上げられていったということだと思います。傘生地とストラップっていうのは、まあ、大きさが随分違いますから、この小さなストラップに、同じトンボ柄でもですね、先ほどお見せした傘とは違うサイズなわけで、その辺の調整難しいんじゃないかなと、一筋縄ではいかないんではないかなと思いますが、ここはどういったバランス工夫をされているんでしょうか。そう、おっしゃる通りなんです。そこが一番大変なところでした。ジャカードの立体感を小さな世界で表現するために、ストラップにマッチした柄の感覚などを調整して不自然に見えないようにバランスを取ります。それまで傘に合わせた柄しか作成してこなかったので、時計のストラップに対してというのは柄作りを一から見直してきました。そのあたりは何度もサンプルを作って試行錯誤してきたところです。実はですね、1本ストライプが入るナトータイプのストラップがあるんですけども、これも一見簡単そうに見えてそんなことはないんです。ストラップ幅の中心に1本の線がきちんと入るために、効率のよく生地を取るための設定が必要になります。そうした技術も
ジャパートイの柄作りにかけた私たちだからこそ思っていただければ幸いです。私、牧田さんのところに取材にお伺いしたときに、ちょうど担当者様がですね、このトンボ柄のサンプルを最初に渡された時だったと思うんです。牧田さん、すごく喜ばれてて、おー、これ、バッチリハマりましたね、なんていうふうにおっしゃってましたけれども、このトンボ柄ですけれども、まあ、一見シンプルに見えるんですけれども、非常にこう、いわくのある柄だというふうにお伺いしたんですけれども、甲斐の国を治めていた武田信玄に由来する柄だっていうふうに聞いたんですけれども、そこをどうなんですか？そうなんです。トンボという虫はですね、前にしか進まない相手の姿勢から勝ち虫と呼ばれていて、武将たちに愛されていた、いわば縁起物の虫なんです。とりわけ山梨では、山本さんがおっしゃるように、武田信玄が愛していたとされていて、私たちの傘の柄としてもとても人気があるデザインです。やはりそうでしたか。こういった和の雰囲気のモダンな柄っていうのは、外国のお客様にも人気があるそうです。表参道のお店にもですね、外国のお客様いっぱいいらっしゃって、このトンボ柄を指定で買われる方もいらっしゃるようです。こうしてですね、牧田さんの話を伺えば伺うほど、気配りが行き届いたものづくりへの配慮が感じられます。こういった技術は、海外からも何かオファーがあったりしますかね？はい。ありがたいことにですね、今シーズンは、パリコレに出ているようなハイブランドのメインのコレクションにですね、私たちの生地がですね、かなりのボディングで使われました。やはりそうですか。牧田さんのお話をお伺いしてですね、改めてメイドイン日本の実力を垣間見たように思います。ありがとうございます。山本さん、ありがとうございました。こちらのトレーに並んでいるのがですね、牧田商店さんとノットのパートナーシップによって作られた時計ストラップの数々です。こちら代表的なですね、トンボ柄、そしてグラフィックのジャガードリの美しい時計ストラップですね。そしてこちらまたちょっとタイプが違いますね。一本だけストライプが入っているって非常に珍しいと思います。傘にいくつもあるストライプを真ん中に時計のベルトに入れていく、これは難しい技術だなと思うんですけど、実は今日私もしております。こうやって見るとですね、ビジネスシーンのスーツやジャケットにも大変合うタイプのストラップかなというふうに思います。そしてもう一つおすすめするとなると、やはりトンボ柄ですからね。さっき牧田さんが勝ち虫だということで、縁起のいい和柄だというふうにお伺いしましたので、金融業界の方これ買った方がいいですよ、ね、ということで本日は北商店さんのストラップについて掘ってみました。まあ、日本を代表する名峰富士山の麓で作られている時計ストラップ一本は欲しいですよね。この牧田商店さんのものづくり、そしてノットさんのものづくり、こちらを応援していくつもりでですね、ぜひ、お店であるいはサイトでチェックをしていただければと思います。それでは、引き続きメイドイン日本を応援してまいります。不織布ジャーナリストの山本でした。